はい、こちらカワイモンドです。リアル語真実をぶちかます。はい、ということですね、今日も SSR セレツベンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セレツベンス代表カワイモンドです。全推進の唐津道県世界館館長でもあります。武道と護身双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということですね、まずで宣伝させてください。総合護身インストラクター講座オンライン、こちらの方今やっております。護身術の先生を育てる、インストラクターを育てるというですね、画期的な講座となっております。この総合護身インストラクター講座、総合護身インストラクター講座ではですね、オンラインということでですね、もうスマホだったりだとかタブレットだったり、そういったところからもアクセス可能ということで、皆様どこでもできる講習をですね、楽しんでいただきたいと思います。はい、そしてですね、私 SSR セルディフェンス河合モンドはこちらの護身具術講座担当しております。いわゆるその凶悪犯罪対応となっております。ぜひともですね、これを機会にこのリアルな護身術をですね、学んでいただきたいと思います。詳細は説明欄からとなっております。毎月募集しておりますので、ぜひともこの総合護身インストラクター講座オンライン入会してください。お願いいたします。はいはい、そしてですね、次に、リアル護身術をぶちかます、エセ護身術をぶっ壊せ DVD ほか、護身具術講座だとか、危機管理術講座だとか、対煽り運転護身術講座だとか、いろいろあります。出てますので、ぜひともですね、これを機会に購入をしていただきたいと思います。詳細はスターズさんの方から購入できます。それとは別に、DVD ですね、ダウンロードもできますからね、お願いいたします。はい。それとは別にこちらですね、リアル護身術をぶちかます場合、かわいいもんだ、うちの娘が作画担当しました。うちの娘のサイン入ってますね、これね。はい。で私のサインも入れることができます。はい、で詳細はですね、スターズさんの方から見ていただいて、スペシャル T シャツ購入というところをですね、クリックしていただきたいと思います。こちらもですね、はい、濃いの濃いの、うざいのうざいの、稲川モンド T シャツになっております。こちらもぜひともご購入ください。お願いいたします。はい。あとはですね、先ほど総合診のお話をしましたが、SSR セルディフェンスリアル講座というものが、いわゆる実地講習なんですが、東京の方で行われるということになっております。松井先生が担当となっております。ぜひともですね、こちらの方も受講していただきたいと思います。まあ、東京となるんですが、東京行ける方、ね、ぜひともこの実地講習受けていただきたいと思います。ね、この、やはり受講料とかっていうのは、私サポートの方でも、こちらいただくことはありますので、ぜひともですね、サポートしていただくということも含めましてですね、よろしくお願いいたします。受講してください。ぜひともお願いします。はい。そして、ドネーション、ドネーション、ドネーションですね。寄付の方も受け付けておりますよ。寄付をしていただくことで、私のモチベーションぐっと上がります。上がるということは、様々な有益な情報を皆様に公開することができます。ぜひともですね、サポートをいろいろな形でサポートできますから、サポートしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。あとはですね、護身具をちょっと開発をしようかなと思っておりますので、こちらの方もですね、協力してくださる会社の方だとか、いろんな方見えると思うんですが、ぜひともですね、協力していただきたいと思います。推進アンダーバー ryu@yahoo.co.jp、こちらまでよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日のトピックなんですが、ちょっとね、いろいろあるんですけども、これちょっと大事だなと思って、一つ言いたいなと思いました。ですね、催涙スプレーに関してですね、催涙スプレーに関して、都市伝説がちょっとあまりにも、はびこりすぎていてですね、これは多分、エセ護身術がやってるんじゃないかと。エセ護身術団体がやってるんじゃないかな。もしくはアンチが、まあアンチっていうのは多分それのね、そこから来てる刺客かもしれないから、そこわからないんですけど、多分そうじゃないかなと。いうことで、あまりにもですね、催涙スプレーを蹴落とそうとするようなごとくね、そういった偽情報をばらまいている輩がいっぱいいますので、ちょっとですね、訂正をですね、していきたいと思います。一つ一つその都市伝説をぶっ潰していこうと思います。都市伝説をぶっ潰す。催涙スプレー都市伝説をぶっ潰す。ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということですね。はい、いいですね。まあちょっと一つずついきましょう。まず一つなんですが、ですね、風ですね。風向きが変わると圧倒的に影響を受けるとか、強風の中では噴射をすることができない。いいですか？これですね。これちょっと行きましょう。いいですか？でですね、これは催涙スプレーってアウトだよねって、まあ、それで思っちゃう方がいるじゃないですか。だけど、まずですね、これ、まず非常に重要なことは、私たち SSR は、まあ、催涙スプレー、どうしてもないときしょうがないけど、催涙スプレー。いろんな催涙スプレーありますよね。いろんな種類が売ってるんですよ。バッタもんもあるし、安もんもあるし、まあ、ある程度高価なものがあるけど使えないやつもあるし、高価だけど使えるやつもあるしって、いろいろあるんですよね。まず、ここ大事です。いろんな種類があるってことですね。で、私たち SSR セルディフェンスでは、このポリスマグナムっていうものを進めております。TMM 社製ですね。ポリスマグナムですね。ですから、このポリスマグナム OC17、OC、いわゆるオレオレジンカプシカムっていうものですね。こちらの 17% のもの、
を私たちは、推奨しております。いいですか。まあ、これは安全だとか規格だとかいろんなことを含めまして安全だというような話で私たちは言っております。いいですね。でですね、まあ、この風の影響を受けるっていう話になった時に、催涙スプレーによっては、風の影響を受けるものはあると思います。これは言っときます。例えば噴霧型のもの、ね、これ噴霧型とかっていろんな話をしても多分わからない方多いと思うのであれなんですけど、要はちょっとね、ガス状でブワーッと出るのがあるんですよ。見たことありますかね。ちょっと白っぽいのでブシュッて出てブワーみたいな、要は催涙ガスって言われちゃうようなものね。これ初期だとそうですね、催涙ガスってね、そういうのやっぱり思ってたこともやっぱりありますしね、私の初期の頃。催涙ガスって書いちゃったりするっていう。だけど基本は催涙スプレーっていう、スプレーっていうものなんですけど、要はその商品によっては風の影響を受けてしまうものがあるんですね。だからバッてやるとふわーみたいな、無酸しちゃうみたいな、ふわーみたいなガスみたいになっちゃうのがあります。いいですか。だから基本的に噴霧型というものはやめていただいた方がいいということと、あとはですね、この中にクロロアセトフェノンというものがありまして、いわゆる CN ガスというものですね。CN ガス。で、成分の中には OC と CN と CS ってあるんですけど、まあ CS の場合は、一部の世界の警察機関で使われているということはありますが、これは有害な物質が入ってますので、基本的にそれをかけられると、いろんな問題が出てくるということがあって、基本的に一般の、まあ、輸入とかも禁止ですし、一般のあれっていうのはアウトなんですよね、使用とかも。だから CS はちょっと置いときましょう。これは全く別だから。まあ、どっちにしても使えないです。はい、で、CN っていうもの、クロロアセトフェノンっていうものなんですけど、これが結構実多いんですよね。これ多いんだけど、これは、ですね、まあ、いろんな問題があって、やっぱり有効ではない、即効性がないっていうことがありますね。もちろん当然のことが威力もないとかってことが、まあ、いろいろこういうのが出てきます。いいですか。出てきますので、そうすると OC がいいですよとかっていうお話になります。いいですか。ちょっと今これ話飛びましたけど、とにかく、まあ、CN だろうが OC だろうが噴霧型といってブワーって霧散するようなやつっていうのは基本的に風の影響を受けやすいです。いいですか。だから私たちが言ってるのはポリスマグナム F605 これですね。まあ一番小型のもの携帯しやすいから外には持ってって携帯しやすいですよということを言ってるんですけど、その場合は基本的に指向性でシュワッと取ってきます。いわゆる半液状噴射というやつです。半液状噴射、ジェットミスト、いいですか。で、噴霧噴射型ですね。まあそれちょっと難しいですけど、いろいろ並べるととにかく半液状噴射ってことなので、風の影響をまず受けないっていうことですね。まあ 100% ではないけど風の影響はまず受けないっていうことですね。で、相手に対してシュバッといくから、まあかかったら30センチの円の部分でドンといくわけですね。だいたい 4.5 ぐらいから飛んでいって30センチの円ということで、まあ大まかに言うとっていう形なんですよ。だからその、巷で言ってるようなやつっていうのは噴霧型っていってシューっていってブワーってブワーってなっちゃうのを、まあ、噴霧型って言いますよね。ですからその風の影響を受けるやつもあるってことですね。だから催涙スプレーを購入するときっていうのは本当にこれは気をつけた方がいいです。いいですか。ですから、まあ、都市伝説っていうと、ね、都市伝説じゃないよねって、まあ、これ実際そうなるんだったらそうじゃないよねとはなるけど、これはですね、的確な催涙スプレーを選んだらそういうことはないんですよ、結局はね。ですから、風の影響を受けるとかっていうのは多分アメリカの警察とかの映像とかでもブワーってかけてて、それがふわーみたいないう感じで来てるのがあるんですよ。うわーみたいな、舞い上がって自分の方にかかっちゃってるやつとかもあるんですね。これはこれは明らかに噴霧型ですね。噴霧型のものを使っているもの、米軍でもありましたね。私紹介したことあると思うんですが、米軍で使っててそれがふわーって来ちゃうっていうのがありました。いいですか。ですからこれはもう私で SSR から言わせるともう都市伝説レベル。なぜかっていうと、私そもそもそんなの使ってないから。確実に当たるものを使ってるので、私たちがいつも言ってるのはポリスマグナムを使いましょうって言っております。いいですか。でですね、ちょっと余談になるんですが、催涙スプレーの例えば、このなんていうのかな、その実際に飛んでいく形式ってありますよね。そういうのになってくると、先ほど言いました半液状の噴射のものを言いましたね。でというのは、まあそれは一番指向性で飛んでいくやつじゃないですかね。まあその場合は揮発性とかもすごく早いから、バッとかかったらすぐ効くんですよね。で、まあ、噴霧型はさっき言いました、まあ、ダメなやつですよ ね。で、あとは水鉄砲型ってのがあります。水鉄砲型っていうのはピューって飛んでくんですけど、まず距離が飛ばないんです。これ距離が飛ばないですか。で、かつですね、まあかかったとしても揮発するまでに時間がかかってしまうっていう問題があるんですね。で、ただ小型にはしやすい、
容器自体小型にはしやすいから、水鉄砲型って結構小型のやつも結構あるんですよ。だから小型にしやすいとか、陰徳はしやすいんだけど、使用に関して言うと、例えば刃物を持ってこうやってわーってきたやつに対して水鉄砲型のものをかけると、要は揮発するまでに相手が動けてしまうから、やられてしまうってことになりますね。いいですか。で、あとはかなり引きつけないとダメだから、距離飛ばないので、だから水鉄砲型はアウトということになります。いいですか。で、それとは別にですね、先ほど言いましたが、今度はね、もう一つはですね、フォーム型っていうのがですね、フォーム型、要は泡状噴射のようなものがあって、要はフォーム、泡でブワーブシューみたいなのがあるんですね。で、これもそうなんですけど、揮発するのにすごく時間がかかります。これも気圧の時間がかかりますし、要はその周りの方に影響がないようにって言って、泡状噴射だとか水鉄砲噴射っていうのはあるんですけど、こういうのがね、周りの方に影響がない。だけどそもそも周りの影響云々とかいう話じゃないし、そもそもその場にはいないわけですよね。だから、そこのところを気にする必要は一切ないんですよ、それは。だから半液状噴射でいいわけですよ。噴霧噴射型で問題ないんですよ、実際はね。だけどそこのところを気にするあまり、水鉄砲型だとかフォーム型っていうのにすると、これもフォーム型も揮発が遅いでしょ。そうすると相手は全然動けてる状態だから、手とか動かせるわけですよ、こうやって。激痛が走ると内に入ります、人間っていうのは。これはもうみんな受けたことある方はわかるし、私も受けてるのわかるんですけど、ものすごい激痛になると内に入るんですよ。そんな相手攻撃してるあれなんかないんです、これは。これは多分分かると思います。動けなくなってきます。なぜかというと、痛いわ、苦しいわ、息苦しいわっていうのも散々なんですよ。表面も全部痛いし、目も激痛だし、だからそんな攻撃してるという気持ちにならないんです、本物のやつはね。しっかりと使えるやつは。いいですか。そうなってくると、水鉄砲型とかフォーム型って、どうだろうっていう、まあ、状況によっては使わなきゃいけない時もあるかもしれないけど、基本はやはり先ほど言った噴霧噴射型、半液状噴射のものが絶対いいということになってきますね。だからこの水鉄砲型を見てる方も多分勘違いしてるだろうし、効かないっていう、かけても効かないとかって言い出す人っていうのは、まあ、基本的にはこの水鉄砲型だとかフォーム型を見てる人ですね。これを見てる人たちっていうのを勘違いしてしまうっていうことと、あとはですね、濃度ですね。この、サイレスペナのこの濃度によっては、やっぱりものすごく低いのがあるんですよ、濃度が。例えば CL はまあそもそも効かないんだけど、多分 OC であったとしても、OC ってオレオジンカプシカム、いわゆる唐辛子スプレーですね。だとしても、濃度が低いと、これも効果がほぼないってことになってきます。そうすると効果が発現するまで非常に時間がかかったりとか、まあ、もうそもそも効かないみたいな。で、相手が動けてしまうってことがあるから、多分、その、かけても効かないとか、距離が飛ばない、かけても効かない、距離が飛ばない、ね、あとそれはもしくは、風の影響を受けてるとかっていうのを言ってる人たちっていうのは、基本的にそういうバッタモノのサイレスプレーを買ってたり購入したりだとか見てる人ですね、映像とかで。で、基本的にバッタモノサイレスプレーって安いんですよ。低価格で大量に売り出そうとしてるから、水とかで薄めたりだとかして、基本的にこういうのっていうのはいろんな方たちの目に届くんですよね。安いだけにみんな買おうとするんですよ。安いものだけにね。安物買いの銭失いじゃないですけど、いいことないんですよ。安いもの買えばいいってもんじゃなくて、やっぱりある程度の価格のところまでのものを購入しないと、そもそも自分の命を守ることができないんです、これは。いいですか。ですから、そこのところ気をつけていただきたいっていうことですね。ですから、まず風の影響を受けるっていうことは、まずこれちゃんとした的確なものを購入すれば、風の影響を受けないです。ほぼ受けないですか。で、もう一つは、こちらの成分のですね、成分どれぐらいかけてからどれぐらいのスピードで効くのかっていうことも、これも全然違ってきます。あとどれぐらい飛ぶのか、距離ですね、飛距離、これも変わってきます。いいですか。だからここのところっていうのは、バッタも購入している人たちっていうのはこれを見てるから効かねえっていう判断になるんですね。だから一回ポルスマグナも購入して自分で実験するか、誰かにかけてもらったら分かると思います。検証したら分かります。皆さんは口々に言います。検証する方は、すいませんでした、モンド先生すいませんでした、聞きます、はい、むちゃくちゃ聞きます、すいませんでしたって言います、皆さん、はい、私はいっぱい聞いてます、すいませんでした、聞きましたっていう方がいっぱいおられるので、とりあえず自分で実験検証してみたらいいんじゃないですかね、安全な場所でね、はい、ということ。まあ、これですね、これよくある都市伝説ですね、はい、だから私たち SSR セルフディフェンスが進めている、推奨しているサイレンスプレーではそういうことはないんですね。で、あとは先ほど その風の影響を受けるからうんぬんとかっていう話しましたよね。これよく考えてくださいね。例えばファッとかけました、かけて、自分が被害が出ちゃうとかいう話するじゃないですかね。これは重要なことなんですけど、かけて自分に被害は出ないんですね。なぜかっていうと、かけながらも離脱をするんですよ。
というか、初めに離脱を開始しながらかけつつも離脱しているという状態なんですね。だから相手から間合いを取ってるので、そもそも聞かないっていう、自分には聞かないんですよ。わざわざその場でわーってかけて、ザーって吸う人いないでしょ。だーこらーって止まった状態で吸ってかける人いますから、刃物持ってきてる、止まって、いやーなんて言う人いますから。狭い空間だったとしても円運動で動くこともできますし、いろんなことができますよね。だから基本的にね、基本的に、まあエレベーターとか別ですけどね、基本的に自分は離脱ができる状態だから、そのような形で動けば問題がないっていうことですね。これ非常に重要なことです。で、先ほど私エレベーターの話します。いいですか。例えばエレベーターの中で使用しますってなった時に、相手にまずかけますよね。で、かけるときに、もしあれだったら、防護盾を持った状態でガードをします。まあ、こういう風でもいいです。で、口を塞い、鼻と口ですかね。鼻と口を塞いだ状態でかけるって、まあ、こういう方法もありますし、基本的に私パッとかけて、実際自分もね、動画とか見ていただいたらわかると思うんですけども、その場に、実際に入ってっていう状態で、やってますけども、充満していると思われるような状態、あるじゃないですか。閉鎖空間って一つの部屋だとしますよね。まあ、これでも今部屋ですけど。部屋の中で使用したときに、一番効く場所っていうのは、まあ、この人間はかけられてるから効きますよね。だけど、かけた人間がどうなってどんな感じで効くのっていうのは、基本的に呼吸器系なんです、これは。呼吸器系です。だけど、目に対しては、私はポリスマグナムを使っているんですけど、目に関しては作用してないですね。目に関しては作用はしておりません。いいですか。なので基本的に鼻と口をと、塞ぐか、もしくは息を止めるということをやっておけば基本は効かないです。いいですか。ただ私としてはできるだけ例えばかけたんだったら、例えばエレベーターとかですよ、ボタンをまず押すじゃないですか。でいつでも止まれるようにし、いつでも開けるような状態にして、で、まあ、例えばかけるじゃないですか。まあ、かけてから押すのか、押してからかけるのかって、それはまあ状況あると思うんですけども、そういった状況にはですね、まあ、かけた、やりました、押しました。でその間中は、例えば、塞ぐなら塞ぐ。いいですか。顔を背けるなら背ける。だけども、相手の動きは見なきゃいけないですけどね。いうような状況で、なるべく相手から離れるっていうことは、まあ、重要は重要ですよね。まあ、例えば、噴霧したなら、噴霧したところがあるから、そこのところからはなるべく自分の顔を、呼吸器だとかを遠ざけるってことは重要だと思います。で、開いた瞬間に外へ出るっていう。ただね、これはポリスマグナムレベルのだと、一回ファッとかけてしまったら、まあエレベーターだから至近距離でかけてますよね。かけてるから、かけられた人間っていうのはもう完全に効いてるんですよ。効いてるから、もう完全にこちらに対して何かするっていうことは基本的に難しくなってくるんですね。だからかけて、まあボタンを押しました。もしくはボタンを押してかけました。で、防護盾でしっかりとガードした状態で塞いでれば、まあ、こうなのか、こうなのか、状況によりますよ、それは。防護盾でこうなって、こうなのかもしれないし。こっちポリスマグナム持ってますよね。これ防護盾ですよね。こういう風なのか。もしくは防護盾で、こういう、ここで防護盾です。ガードしながら、こうやって持ってるのかですね。こういうような状態。わかりますかね。ような状態であれば、ドアが開くまでの間っていうのは、私は防げると思いますね。はい、だからそこまで考える必要性はないし、そもそもエレベーターの中で、身の回り品対応なんてまずできないし、ね、身の回り品で例えば叩け叩けとかって言いますけど、叩いてる間に下から刺されるでしょ、こうやってこうやって叩いてたりしたらこう刺されるでしょ。絶対ナイフの動きには勝てないんですよ。エレベーターでもしポリスマグナムと防護盾持ってなかったらまずほぼ終わってますよ。素手でやりますとかって言う人いますけど、ドアが開く前にメット出しにされてるよ。まず無理でしょ。というか生存すらできなくなってくる。素手で何とかしようと思ったらでしょ。だったら防護盾だけで何とかなるか。じゃあ防護盾だけでも何とかならないでしょ。バックだけでやったとしても、防護したとしても、相手は刺してくるわけだから、相手掴んでこうやってやってきて刺してくるわけでしょ。こうやって。こう持っててこうやってやったとしても、グッて持ってグッて下げて刺してくるでしょ。もしくはタックルしてガッてやって抱え込んで刺してくるでしょ。背中を刺されたりするでしょ。防護盾やったら。だから必ず防護盾は必要なんですけど、ガードしつつ相手に対してかけなきゃいけないってことです。奇襲攻撃的でいいです。相手に対してかけるとかけるじゃなくて、一気に見えない位置からシュバッとかければ、ズバッとかければかかりますから、はい、かけたらもうそれで無効化はしやすいですね。はい。ということなので、どのリスクを取るかってことですよ。リスク。だからそこのところのリスクっていうのは目をつぶらなきゃいけないので、ある程度のところのリスクっていうのは、でも目をつぶるほどでもないし、私は安全だと思ってるので、はい。だから私は、例えばエレベーターだろうが、例えば近接の状態、近い状態だと使えないなんていう人もいますけど、そんなことないです。1メートルの範囲でも30センチの距離でも使えますよ。サイレンスプレー。かけたらふっと離脱すればいいだけなので、かけられた人間は即座に効いてくるから、半液状噴射ですよね。
だからそもそも相手に対してかけたら聞いてるわけだから、相手がその後に何かを追撃してくるってことは非常に難しくなってくるんですよ。だから30センチの間合いだろうが1メートルの間合いだろうが、かけなきゃいけないとかかけなきゃいけないと思います。はい。だから近ければ近かったら終わりだよねっていう人がいるんです。そんなことはないです。近ければ近いほど必要だろうし、遠いなら遠いで必要だろうし、だからポリスマグナムは絶対いるよねっていう形になります。近かろうが遠かろうが、間合いが遠かろうが近かろうが必要ですよねってことになります。はい。だからですね、巷で言われていることっていうことが非常にね、なんていうのかな、物事をねじ曲げて、まあそれは多分ご親切団体の人間もいると思うんですけど、要は素手でなんとかやらなきゃいけないって、まあそれでおまんま食ってるから、それでおまんま食ってるから結局は素手でなんとかやるっていう状況を作り出さないと生徒さんも納得しないでしょ。だからそういうことを言ってるんだと思うんですね。催涙スプレー危ないよとかね、あと言うのは違法だとかいう話よね。軽犯罪違反だからダメだって、絶対警察官ダメって言ってもダウンというのはダメなんだって逮捕されるとかね、そういう偽情報を流す方もいますよね。でこれに関しては、まあ、私はリンクに全部出せます。説明欄のリンクに成分のやつとかも私公開したりとかしてるから、そういうのも、あと軽犯罪違反のやつもそうですね、そういうやつも全部まとめて説明欄に貼りますから、催涙スプレーだけですね今回は。刃物のやつとか入れるととんでもない量になってしまうので、催涙スプレーを集中的に説明しているやつだけを、公開したいと思いますので、ちょっとですね見ていただきたいと思います。これはちょっとあまりにもひどいです。はい。であとはやはりバッドモノの催涙スプレーを信奉してしまっている人たちが非常に多くて、これはこれでまた問題ですよね。あれは軽機関銃さんですかね、おっしゃってたのは、催涙スプレーを装備するというところまで来たけど、例えばね、子ども園さんでもつける、配備するって話しましたよね、催涙スプレー。配備するところまでは来たんだけど、今度は選定だよね。催涙スプレーは全部、どれでも催涙スプレーいいと思ってる人たちがほとんどだから、まあ、ほとんどかどうか分からないけど、まあ、いるからいっぱい。だから、その中から今度は選定で、ポリスマグナムをちゃんと選べるかどうかに来ますよねっていう話で、まあ、確かにその通りですよね。だからいろんなこう段階があって、初めはね、私が本当に始めた初期の時なんかは本当素手素手って、対刃物対術、素手で徒手格闘でやりましょう、護身術イコール素手ですよねみたいな感じでしたよね。それがバーッと変わってって、私のあのね、新幹線殺傷事件のやつでグッて上がってアクセスが、でそれで皆さん考え直して、身の回りのものを使いましょうって、今までそんなこと言ってなかったのに、身の回りのものを使いましょうとか言い出して、で防護盾使いましょうとかって言い出して、私ずっと言ってる、防護盾使いましょうとかって話になってきてますよね。だから初めは素手でやりましょうっていうところが、今度は身の回り品を使いましょうとかってなってきたんですね。これがそれは防護盾だったり、物を投擲したりだとかっていうことが出てきたんですね。私は初めの段階で絶対それがいりますよって言ってたんですよ。徒手格闘術っていうのは、そもそも相手との力の差があったら、相手が自分用の力を凌駕したらそもそも使えないですよねってずっと前に言ってるんですけど、分からず屋の人たちが多くてですね、ここのところ理解できなかった人たちが非常に多かったと。だけど言ってたんですけど、だけどご親切団体は他のところもいろいろやるようになって、それがちょっと、あ、やっぱりそうなんだって、いやだから SSR 言ってたやん、ずっとねSSR に言うことは聞きたくないみたいなね、はい、でいうことなんですよね。で今度は身の回り品、防護立てってなってきたんだけど、だけどここで催涙スプレーの方には絶対いけないんですね。結構ご親切団体の中には、あのついご親切さんは別ですよね、あの取り入れてらっしゃるからすごいんですけど、そうじゃなくて、結構他のところっていうのは催涙スプレーを非常に毛嫌いをしておりましてですね、催涙スプレーはダメだということを、いろんな理由、先ほど言ったように風の影響を受ける、ね、かけたら自分も自爆する、周り自爆するとかね、効かないとか、かけても効かないとかっていう、こういうちょっと都市伝説的なことを言い出す人が非常に多くてですね、そもそもそのポリスマグナムのことも全く知らないとか、全く OC だとか CN の違いとかも分かんない、でもそういうことを平気で言うっていう人が多くてですね、催涙スプレーを毛嫌いしているっていう分野のこれは人たちがいて、ね、だから、今の段階っていうのは、徒手格闘の部分っていうのはもう徐々に私が潰してきたじゃないですか。だから徒手格闘のとこがなくなってきたんですね、護身術に関しては。で今は身の回り品と防護盾、まあ、身の回り品って例えば身の回り品トンキ、身の回り品と防護盾の傘とかもそうですね、の時代になってきたんだけど、やっとね、私にちょっと時代がついてきた感じですね。私の言ってきたことに時代がついてきた感じですね。日本のね、海外は違いますけど、海外は私に近いです、思想は。なんですけど、結局護身具に対してはアレルギー性のものがあるから触れられないんですね、護身具に関しては。だからこの護身具っていうところを
にまだ来てないから、まあ私としては勝ちですよね。まだ五神宮のところに来てないから誰も、ね、で今度はですよ、私が思うので予想なんですけど、今度身の回り品と僕、まあ僕だってはいいとして、身の回り品の部分が手足の延長ってことが分かって、非常に難しいって分かってくるんですよ。次のステップですよ、ネクストステップはどんどん私に追いつこうとしてるから、そうすると今度は催涙スプレーになってますね。なんだけど催涙スプレーっていうのを総称で見てるから、催涙スプレーではダメなんですよ。だから私はポリスマグナムって言ってるでしょ、今一歩進んでるじゃないですか。だからポリスマグナムに皆さん来ると思います。最終的にはポリスマグナムになるんですと、防護盾、はい、だから私の言ってきたことが全く間違いなくて、まあアンチがよく言うように、言い方言い方ってよく言いますけど、あいつらが言い方がとか言うんですけど、実際はね、その結果論ですよ。実際それが使えるのか使えないのか、合理的に判断をしていけるのかいけないのかっていうところが重要であって、その人が何だとか、その人の顔がどうだとかね、心がねじ曲がってるなわけのわからないこと言ってますけど、そんなところは一切関係ないんですね。要は使えるのか使えないのか、これが非常に重要だと思います。これは私は護身術の先生方にもちょっとこれは忠告したいと思います、はい、使えるのか使えないのかです。イエスかノーアンサーしかないんです。この一つに二つか、その二つに一つです。これ非常に重要なことですね。だから使えるなら使える、使えないんだったら使えないんです。だからここのところを排除して教えられないってことになりますよね。だからそこのところですね、もうちょっとですね、私は勉強していただきたいと思います。護身術の先生方もっと勉強していただいて、犯罪とかも傾向とかもちゃんと調べ尽くしてですね、まあ一番いいのは実践経験とかあった方がいいんですけど、私みたいに。だけどそういうのがやっぱりなかなかねないっていう方もいますし、リスクも高いから、はい、なのでそう考えると、やはりちょっと勉強していただいて、もっと SSR をもっと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  SSR を勉強していただく、で動画をいろいろと見ていただいて、あこうなんだなっていう、うん、ちょっと頑固な部分があるかもしれないですけど、そこをぶっ潰して、頑固さをぶっ潰して、柔軟性を持って SSR 的思考をしていただきたいと思います。 SSR 護身術最強です。よろしくお願いいたします。はい、ということですね。はい、それではまた次回お会いしましょう。まあ今日はこんな形でですね、ちょっと催涙スプレーの、まあ都市伝説的な部分ですかね、触れさせていただきました。ぜひともですね、催涙スプレーパッタも買わないでください。ポリスマグナム購入してください。携帯するならポリスマグナム F605、2オンスですね、を推奨しております。はい、それと防護盾ですね。はい、いいでしょうか。あとはやはり、DVD 等で勉強する。ね。それから総合護身、講習受ける。ね。こちらに、やっぱり、限りますよ。ぜひともですね、よろしくお願いいたします。詳細は説明欄にありますので、そこから購入していただくか、入会していただくか、受講していただくということになります。はい、それではですね、今回はこれで終了いたします。リアル護身術、ぶちかます。